ボビーハルボビーハルはカナダ・オンタリオ州ポワーントアム生まれのプロアイスホッケー選手。史上最高の選手の一人に数えられる。ポジションは左ウィング。愛称はザ・ゴールデン・ジェット。1957年から1980年までプロ選手生活は23年である。マイナーホッケー時代はベルビル・ジュニアではオルのセント・キャサリンズ・ブラックホークスでプレーした。 ボビー・ハルは、シカゴ・ブラック・ホークスを1960から1961シーズンのスタンレーカップ優勝に導いた。もともと背番号は16番であったが、このカップ優勝後に7番に変わり、さらに後には、ホッケーにおいて栄誉あるとされる9番に変更された。ハルの持ち味は、そのスピードと時速120マイルにも及ぶスラップショットの正確性であった。 身長こそ5フィート10インチに満たなかったが、体の作りは眼睛そのもので、現役時代の体重は185ポンドもあったと言われる。ホッケー史上でも抜群の当たり強さ、速さ、技術の巧みさを持っていたと伝えられる。ボビー・ハルは1972年に10年間で100万ドルと、当時では破格の契約で新興の輪のウィニペグジェッツに入団したハルの遺跡は、 同僚選手たちのために高い年俸を獲得し、安定した NHL に対し、ライバルリーグとしてのワに威信をもたらす効果があったと、される。その後1979年にワはリーグ崩壊してしまうが、2003年にこのリーグが再生された時、春はそのコミッショナーとして指名される。こうして、春は NHL のライバルリーグに参加したために、1972年の サミットシリーズでカナダを代表するチームでのプレーを認められなかったが、1974年にソ連ナショナルチームとの間で行われた対抗戦1974年サミットシリーズではのカナダ代表チームの一員としてプレーを行った。しかしこのシリーズでは和々の連戦のシリーズで3敗と敗北した。春は1976年のカナダカップにも カナダチームの主力として参戦し、このシリーズの勝利に貢献した。半ば伝説になっているが、春は118マイル毎時、時速190キロのスラップショットを放ったとされている。このショットを放った時スピードガンで計測が行われていなかったため審議のほどは定かではないが、もし本当であれば2020年現在でも、史上最速のショットスピードである。 いかに春が強烈なパワーを持ち合わせていたのかを示すエピソードの一つとして、ホッケーファンの間では語り継がれている。1998年、春はロシアのメディアによってナチズムに賛成する発言を行ったのではないかとする論争に巻き込まれた。後に春は、この発言は通訳のミスによるインタビュアーの誤解であると述べている。春の家族は、 優れたホッケー選手を輩出したことで知られ、息子のブレット・ハルも NHL のスター選手であり、また、弟、デニス・ハルも、ロビーと共にシカゴ・ブラック・ホークスに所属した。ありがとうございます。